皆さんこんにちは。ベースボールオンラインアカデミー色川斗真でございます。今日はですね、先ほどの実はネパール野球の小林さんと一層君と言った対談に引き続きですね、今日はネパール野球の鈴木さんにも来ていただきました。鈴木さんこんにちは。こんにちは。鈴木さん大変ご無沙汰しております。本当にですね、鈴木さんと僕が会えるのは年に3、4回やったらいい方ですよね。はい、まあ、そんな感じで鈴木さんと僕個人の出会いはですね、2015年の僕がパキスタン代表を率いて台湾に行った時に、その時パキスタン人の、ごめんなさい、名前が吹っ飛んだんですけど、選手の名前何でしたっけ、支援してた選手、アブドラ選手、ごめんなさい、アブドラ君ですね。アブドラ選手を、ラリグラスの解散で支援してたと。でその時にアブドラ君と一緒に、台湾の方に来てくれて、まあ、台湾代表にこう帯同していただいてですね、いろいろこう事務作業というかスコアラー的な立場でですね、はい、いろいろお手伝いしていただきました。でこの鈴木さんなんですけれども、本当にですね、このネパール野球にはなくてはならない人材でございまして、ぜひ皆様にもご紹介したいと僕のこう思いがあって今回動画を作っております。でですね、やっぱりネパール野球といったらですね、こう日本人のこう組織の中では、僕の中ではこうやっぱり小林さんと鈴木さんというような形でですね、本当に鈴木さんのこう立場は縁の下の力持ちではないですけれども、まあ、そういったような形でですね、まあ、事務的な作業だったりとか、本当に細かい地道な作業をされております。で実はですね、今日もネパール帰りなんですよね。そうですね、はい、今ネパールのに先ほどの話で球場を作ろうという計画で、はい、まあ、鈴木さんがですね2ヶ月ぐらい行ってたんですか。はあ、いや面白いですよね。まあ、実際鈴木さんはこうネパール野球と関わってどのぐらいになるんですか。そう、10年ぐらいになります。おお。でもともとはどういったきっかけでこうネパール野球に関わろうと思ったんですか。毎年ですね、大阪の方で、はい、いろんな国際交流をやってる団体が集まって、年に1回、はいはい、自分のところはこういう活動してますみたいな、はいはいはい、団体がブース出して紹介するような、はい、まあ、はいはい、展示会というかお祭りみたいなのがあって、そこにですね、たまたま僕がお客さんで行ってて、はいはい、でその野球を通して国際交流してるっていう団体があると、はい、ちょっと面白そうだなと、はい、当時たまたまその、まあ、ラグビーが日本語学校を、はいはいはい、運営してたっていうのがありまして、で当時僕もたまたま日本語教師の勉強してまして、でもともと野球が好きだったし、で、まあ、面白そうなんでちょっと僕も仲間に入れてくださいということで、声かけまして、はい、でその翌年またそのお祭りに出てた、はい、で、まあ、翌年は僕は出展者側に回ってたっていう。お、じゃあもうその次の年にはもう会の一員としてネパール野球を普及する立場でいたと、はい、面白いですね。そのもうそもそもラリグラスの会さんの話になりますけど、やっぱネパールだけでの活動ではなくて日本国内でもそうですね、そうやってプロモーション活動とかこういう活動してますよっていうことをしてると、はい、鈴木さんは今もうそれから10年ぐらい経って今は、ね、はい、今はですね、鈴木さんネパール野球ラリグラスの会の事務局長という立場で本当に重要な役を担ってですね、それこそあれですよね、ネパール人選手が日本に来た時のお世話から、そうですね全部やってると思うんですけど、はい、なんか大変なこととかってあります、やってて。そうですね、やっぱり、日本とネパールの文化が違うんですよね。今回グランドに行ってネパール行った時、はいはい、日本のコースのやり方とネパールのコースのやり方とまた違うんで、はいはいはい、とその辺のギャップで、そのグランド作りっていうのはネパールの人と日本の人が一緒に今作ってるような。そうですね。へえ、じゃあ日本の会社も日本の会社は行って、はい、実際作ってるのは現地の人、施工業者ですけど。ああ、そうなんですね。でも依頼はこう日本側から来てる。そうですね、僕ら現地の人、うんうんうん、ネパールの野球協会の
はいはいはい、いろいろ相談しながら話したらいいんじゃないかと、はいはいはい、はいはい、まあその今の話で言うとやっぱり日本にネパール人選手を連れてきた時もやっぱり文化とか考え方の違いのこう間に挟まれているのが鈴木さんと、そうですね、でそこの調整役してるのが鈴木さんと、で今回実際グランド作りでネパールに行っててもやっぱりあの日本でやろうとしてる考えとネパールでやろうとするやっぱりその取り組み方とか考え方、実際のあの方法論とかも違ったりすると、そういうところでのこうやっぱり常に揉まれながら調整役をするのが鈴木さんというところなんですね。いやー、俺本当に非常に面白いですよね。まあ、そういったこう、まあ、そういう活動を始めた本当にキリがないというか忙しくなってくると思うんですけれども、そういった忙しいとか大変だっていう中でもこう鈴木さんがこうなんですかね、こう熱く取り組みを一緒に続けられる理由ってなんですか、なんかこうこういう選手の顔を見たとき僕は嬉しいんだとか、なんかネパールの人が喜んでるときなんか幸せになるんだみたいな話ってあります？うん、エピソードとか。そう。まあやっぱり、まあ、ネパールの、ね、あの子供たちが、うん、野球やってて本当に楽しそうになってる、そういう顔を見たらすごく元気出ますね。ああ、いやそれはですね、あの本当にあのラリグラスの会さんでこう撮ってる写真とかですね、あの子供たちの写真、あと、まあ、実際の選手の写真も撮ってるのも、もうほとんど鈴木さんでございますよね。ずっといつもグラウンドではこうカメラを構えてる鈴木さんがいると思うので、やっぱり多分あの写真って本当に美しいですよね。僕もあの一緒にネパール行った時、子供の写真をあの鈴木さんが撮って、その写真を後から見せてもらうんですけれども、本当に可愛いんですよ。あの、まあ、実際の子供たちが純粋に楽しいから可愛いっていうのもあると思いますし、多分ですねこれは本当に撮る人のこの思いというか、まあ、そういう目線でやっぱり見れてるから、やっぱりそういった美しい写真が撮れるんじゃないかなと、あの僕は思ってるところでございます。だからですね、本当に僕もあの実際その2015年に初めてお会いして、あのパキスタン代表を率いている時に、まあ、スコアラーというかそういった形、まあ、写真も撮ってもらいながらあの一緒に活動させてもらってましたので、本当に鈴木さんのこう熱い思いというか、なんていうんですかね、こうそれこそ縁の下の力持ち鈴木みたいなところがですね、あの僕はいいなと。でそれこそ先ほどですね、実は裏でこう磯君にも話聞いてたんですけれども、すごく外国人の選手からも人気があってですね、こうやっぱりどうなんですか、実際なんかこうなんかさっき話聞いてると、なんかこう結構もう鈴木さん鈴木さんってね、子供たちも含めて来るとやっぱりそういう時は楽しいですか。そうですね、楽しいですね。で鈴木さん面白いところはもう一つございまして、あの日本語、英語、そして中国語ですよね。そうですね、中国語も話せるんですよ。まあ、あのそういったところでですね、翻訳の仕事とかもなさってるんですよね。まあ、実は仕事というわけじゃないですよ。ボランティアで、はい、あの京都の方で、はいはいはい、まあ、中国語の翻訳も。あ、いや本当にですね、こういったような形でこう多岐にわたる活動をされているのがネパール野球を支える鈴木事務局長と、うん、いうことでございます。鈴木さん、これからのネパール野球とか、はい、これからの鈴木さんの目標とかあればですね、最後にぜひ一言皆さんに熱い思いを語ってもらえれば。はい、まあ、これからネパール野球どんどんまた発展していって、まあ、まあ、磯君が、はい、まあ、第一世代だとしたら、はい、その後第二世代第三世代とずっとつながってて、はいはい、欲しいなと。はい、はい、ありがとうございます。ちなみに鈴木さんの夢ってありますか。夢、はい、夢、はい、今こう一緒に活動してて、何ですか。まあ、ネパールだけじゃなくても、はい、まだまだ野球知られてない国っていっぱいあると思います。はいはい、もう世界中に野球が広まってる、はい、野球を通じて、まあ、はい、みんな平和な世界ができればいいかなと思って、うんうんうん、ありがとうございます。本当にですね、皆さんこの2本の動画を通して分かっていただいたこといっぱいあると思うんですけれども、本当に小林さんにしても一層君にしてもこの鈴木事務局長にしてもですね、皆さんやっぱり、まあ今の現状ネパールで活動しているということで、ネパールに愛を持って活動しているのはこれは本当間違いないことで、ネパール野球がこれから5年10年20年もしかして100年と発展を遂げていく中で、もう私たちは身を粉にして支えていきますと、まあ、言った姿勢がある中で、やはりこう最後にはですね、本当にネパールだけじゃなくてと、
世界にはまだまだ野球を知らない人たちがいたりとか、この野球を通して笑顔ができたり幸せになったりっていうことをこう考えておられるのが、やっぱりこうなんかこうラリグラさんの会員さんのこう原点というか、まあ、素晴らしさなのかなと僕は思っておりまして、まさにですねこういった動画を通してここでしか伝えられないことは僕はこういうことなのかなと思っておりますので、まあ、こういったことがこう動画を通して一人でも多くの皆さんに伝わればいいなと思っているところでございます。本日はお忙しい中ありがとうございました。今後ともネパール野球発展のために頑張ってください。ありがとうございます。ではバイバイ、またねー。